ご無沙汰しています。というのも変な感じですが、倉永小末です。今日は天気もいいので、外でお弁当を食べようと思ってグラウンドまでやってきました。いつも一緒に食べる友達ぐらいいるんですよ。今日はたまたま職員室に用事で行ってたら遅くなっちゃって、置いて行かれただけで。さて、どこか木陰かベンチでも探して。んあれは、はい。 カズちゃん、あーんして。じ、自分で食べられるわよ。それに、恥ずかしいわ。えー、いらないのいらないって言ってないでしょあ、うーん、はい。美味しいカズちゃん。うんうん、え、ほんと、料理上手よね。 すごく美味しいわ。<laughs> ありがとうじゃ、じゃあ、次は、私ね。ほ、ほら、うーん、して。うーん、うーん。あー <laughs> うまー <laughs> よかったわね。あ,あ、口の端にソースついてる。動かないで、拭いてあげるから。 うんあっこそがたいよハンカチじゃうまく取れないわねじゃあなめる今だったらソースの味がするよババカするわけでもその方が取れるのかしらうん お弁当一緒に食べようようい,いいんですか私もお邪魔して。いいよね、カズちゃん。え、ええ、か、構いません。い、いや、気まずいよね、これって。とはいえ、断るのも余計気まずくなりそうなので、私は気にしないように、自然に振る舞おうと努力することにした。あ、 甘爪さんのお弁当、美味しそうですね。あ、委員長も、一つつまむああ、ん。い、い,いえ、そんな、残り少ないおかずを分けてもらうのは悪いですから。あ、私、うまく回避できたんじゃないかしら。甘爪さんが、おかずをあーんしてくれたとき、右輪さんが少し切なそうな顔をしたのを、私は見逃しませんでした。いただきます。 今日は母が忙しかったので、お弁当は自分が作ったのですが、彩りなど二人にはかなわないぐらい地味なもので恥ずかしいので、蓋でガードなんかしてしまいました。二人ともいつも一緒で仲がいいですね。うん、そうだね。幼馴染みなんですかうーん、そうなるのかな。そうですね。小学校の頃にはもう知り合ってましたし、 じゃあ大親友ですねうらやましいですその分苦労させられることも多いですけどねわ,わかります彼女たちと同じクラスになって私自身も問題児 N には手を焼かされている右はさんがそういった変人を相手にして苦労させられている日常を見ているので私も共感するところが大きい倉永さんにも いつもご迷惑をおかけしてすみません。らがまたご迷惑をかけるようでしたら、私に言ってくださいねは。は、はい。ありがとうございます。さっきの甘々な雰囲気から打って変わり、清楚でおしとやかなお嬢様スマイルを見せられると、みぎわさんの育ちの良さを改めて実感する。そう。みぎわさんは、奥子染めの名家の娘さん。 お父さんは大義師をされている偉い人で、名実ともにお嬢様と呼ばれる存在だ。そんなお嬢様が、こんな薄汚れた芝生の上でお弁当を広げてていいのだろうか、とさえ思ってしまうが、右輪さんにそれを気にしている様子は全くない。そんなできた彼女に、私は少し羨ましいものを感じた。どうしたのお腹空いてないのい、いえ、 食べますよええ倉永さんはいつも委員長のお仕事が多いからお弁当を食べるのも遅れて大変ですねい,いいえもう慣れました前の学校の時も委員長してましたし私放課後は習い事が多いから委員会活動をお手伝いできなくてすみませんそんな気にしないでください 大変ですけど、辛いってわけじゃないですから。あ、習い事って何ですかお花とか、料理ですかええ、お花と日舞、それにお菓子作りとビオラを。あそんなにですか。毎日じゃありませんけど、親の勧めで小さい頃からずっと習っています。ビオラって楽器ですよねオーケストラでも、 バイオリンの隣に見かけるええ母がビオラ奏者でしたからその影響もありますし私も弾いてみたいってねだったので習ってます委員長も今度聞かせてもらえないよすっごく気持ちよくて眠れるよえ眠れるもう困り歌じゃないのよ確かに眠れるほど気持ちいいのかもしれないけど でも、好きだよ。カズちゃんのビオラって、優しい音で。そ、そうあ、ありがとう。恥ずかしそうに頬を染めるミギワさん。二人は、本当に仲の良い親友だということが、よくわかりました。特にミギワさんは、私と話す時ときと、アマツメさんと話すときとでは、自然に言葉を使い分けています。アマツメさんに語りかけるときは、 お姉さんのように優しく見守っているような雰囲気を感じましたおいたな探したぞあっりょう兄ちゃんちち、下打ち穏やかだったこの場所が険悪な空気に塗りつぶされていくような雰囲気になってまいりましたそう問題児 N 子と中里さんが乱入してきたことによってなんだまだ食ってたのか 遅いぞ。昼休みが終わっちまうよ。私たちの勝手です。食後の運動がしたいなら、グラウンドの方へ行ってください。釣れねえこと言うなよ、カズちゃん。そ,その呼び方やめてもらえませんかだって、アキラが、お友達なんだし、親しみを込めてカズちゃんって呼んであげてって言うからさ。あ、はあ、そうだね。 アキラも勝手なこと言わないでああ…ごまかさないでよま、まあまあ、落ち着いてください。おカズちゃんうまそうなもん食ってんじゃねえか。あ、それね。ローストビーフなんだって。おお俺んちではお中元とお歳暮でもらえるかどうかわからないものがごく自然にいただき どうアキラにあげようと思ってたのにあっうんうん、うん、アキラお前お嬢に餌付けされてるのかお弁当を交互にあんならいつもしてるよななんてことだそれはどういう了見だ今後は俺も参加させろよーしカズちゃん仕切り直しだあーんあれがあ あなたなんかいー中里さんは気を失うほど右技に踏みつけられても満足そうに親指を立てて微笑んでいました。 私はこの数十分の間に、クラスメイトのまた新たな一面を知ることができました。右輪さんは甘爪さんが好きで、照れながらもイチャイチャする可愛いところもあるんだな、と思いきや、怒った時には鬼のような表情を浮かべる、喜怒哀楽の差が激しい人だということを。私の中の右輪さん像は、ガラガラと音を立てて、何か別なものに変わっていきました。 あ、委員長お茶飲むあ、ありがとうございます。そんな様子を、いつものことのように見つめている甘爪さんが、私に水筒のお茶を注いでくれます。仲いいね、二人とも。は、はあ、これが普通なんですね。私は巻き添えを食らう前にお弁当を書き込んで、早くこの場所から離れたいと思いました。<laughs> 这这可。